何やってるのよ私ゲート移動まだ慣れてないっていうのにカッコつけるんじゃなかったここんにちはまたお邪魔するわねうっそ,そんな目で見ないでよ普通 テーブルとソファーの間のこんな狭い隙間にゲートがつながってるなんて思わないじゃないでもソファーを蹴ってしまったことは謝るわごめんなさいところでここにあるパッケージだけどこれってもしかしてあなたの世界のゲームかしら ジャンルは… FPS ね私 FPS って結構好きなんだけど得意と言えるほどの腕前ではないの。というのもついつい独断専攻しちゃうからよく的になっちゃってこういうのは私じゃなくてユニの分やねああユニって私の妹なんだけど。 銃とかミリタリー要素が大好きですごく詳しいの。この手のゲームをプレイしている時はすごく生き生きした表情をしてるわ。この前もマルチ対戦で一緒に遊んだ時いろいろ話してたんだけど内容がどんどんマニアックになっていってさすがの私でもついていくのが大変だったわ。銃って種類もいろいろあるけどカスタマイズも考えるとさらに知識が必要で奥深いわね。 武器といえば、私が使っている武器がレイピアだってことは、プレイヤーさんは知ってるかもしれないけど、同じ剣でも、幅広の片手剣や、ネプテューヌが使う刀とは使い方が全然違うのは知っているかしら軽く説明すると、レイピアはつくことに特化していて、他の剣よりも軽くて、取り回しが効きやすいのが特徴よ。刀は切れ味が鋭く、切ってよし、ついてよしの剣のいいとこ取りね。 メリットしか言ってないから強い武器に聞こえるかもしれないけど、刀の刀身はデリケートだから、他の剣よりもそれ相応の技量が求められるわ。そうね。今度、私たちの戦いを見る機会があったら、それぞれの武器の扱い方にも注目してみるといいかもしれないわね。さすがに、ここで剣を振り回すわけにもいかないし。 武器自体の特徴だけじゃなくて使い手の体格や性格によっても向き不向きがあるわね私の場合は効率を求めて戦うスタイルだから取り回しが効きやすくて敵の弱点をつきやすいレイピアが一番しっくりくるの刀も悪くはないんだけど刀身が曲がっているせいで独特の使用感があるから私にはちょっと扱いづらく感じるわ。 ネプテューヌは私と違って決まった方がないっていうか戦い方が自由すぎるから攻め手が豊富な方のはあの子には合ってるんじゃないかしら私から見るとネプテューヌのスタイルはセオリーを無視した戦い方だからとてもじゃないけどあんなの危なっかしくて真似できないわえ随ずいぶんとネプテューヌに詳しいですって だってそれは、うん、女神同士知っておいて当然でしょ女神っていう立場上一緒に戦うこともあるわけだし一緒に戦うならコンビネーションも重要になってくるわけだから味方の動きを分析するのは当然じゃないあああのやっぱり さっきの話は内緒にしてくれないかしら。その、あの子にこの話を聞かれると、話を変な方向に解釈しておかしなこと言い出しそうだし。ちょっとそういう意地悪言わないでよとにかく、今の話は絶対秘密だからね ふ気分転換に来ただけなのについ話し込んでしまったわねそろそろ戻らなくっちゃやっぱり今日のゲート座標はこの隙間なのねまた近いうちにお邪魔するわねそれじゃ thank you